あごめんなさい、ちょっとちょっと足りなかった。違いますよ、違いますよ。私がそんなアドバイス的なことじゃないです、違うの。演技的な、このあれがちょっとまあ。いや、体が動くタイプの方と、動くタイプの方がいるじゃないですか。俺も、何やろう、その声だけで演技っていう部分で、本当に入りたての時って、なんかもう、 めっっちゃ動いててしまって逆にそれが、はい、<laughs> ノイズになってとかそうなんかこうね台本持ちながらやっぱりマイクにまっすぐねちゃんと声が通るようにっていうところやねんけどな,なんかこうねいろいろとこうその体が動いてしまうっていうところで体まあもちろんねその演技の中で気持ちがあったら動いてしまうねんけどうんでも最初はなんかもうね もうめちゃくちゃゃく動いてて足がバンバーンみたいなねバ、うん、バンバン走るシーンとかも <laughs>、うん、なんかもう足音立てないように走る真似してました手だけ振ってだからまあマイクにねその何、うん、やろノイズが乗、ねうん、らん分には全然動いていいと思うけど、うん、いやー、うん、ごめんなさいもなもう僕はもう、はい、シュートを決めるとこはもう。<laughs> スンって,立てましたしすごいなって客にされがんでんでシュート決める時絶対「うーん」ってこう「うわ」って動いちゃいますもん絶対じゃあから今度から僕も大空式で大空式でちょっとやらせていただきますいやーいや,ーやめてください先輩そ <laughs> う負けもさんね事務所の先輩なんですよ。